ヘズマリオがなんか、豊島区から出るんだっけ？まあでも、あいつのすごいところは行動力だよね。よういろいろやるよね。本当に。本当、元迷惑 YouTuber、今はただのデブっていうことで必死なんやろうけれども、彼のいいところは一つ、行動力だけはすごいよ。本当に。ね。ようやってると思う。中身はどうかって言われると、まあ賛否両論あると思いますけどね。もうあっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃに行ってね。のりちゃん出てくる。あ、無理。無理。嫌だ。嫌だ。やりたくない。そんなの。政治家なんかやりたくない。だって、一兵卒やん。ただのさ、力持った政治家のさ、手となり足となりさ、ロボットで終わるだけだもん。政治家目指したって。いや、総理大臣になれるんだったらなるけどね。総理大臣になれないじゃん。嫌だ。なんか別に、市議会議員とかなったりとかしたって何もならないし。自己満の世界になるじゃん。本当に帰れると思ってんの？市議会議員になったぐらいで。何にもないよ。自分のことしか考えてないと思うよ。だって市議会議員とか区議会議員とか目指すやつなんで。ねえ、何の目標も何の理念もないじゃん。ねえ。なんかさ、公僕やってたら金もらえると思ってやってるだけでしょ？金のために。それでなんか地元のやつらをたぶらかしてさ、票取ってやるだけでさ、何も考えてないじゃん。あんなのになったって何もないでしょ。ね、どうせ国を変えるんだったら総理大臣にならないと無理だよ。でもなれないじゃん。なんかやらないよ。いや、総理大臣になれるんだったら立候補しますよ。なれないじゃん。そう。無理だよ。総理大臣はもう血筋もそうだし、人脈もそうだし、総理大臣を目指せるところで生まれない限り無理だよ。それが今の日本だから。できないものはできないですよね。なんかできないことを目指してるのかっこいいとは俺思わないし、確かに夢や目標を目指して頑張ってる人はかっこいいかもしれないけど、無謀とは違うよね。無謀だもんだって、できないことを頑張ることって。無謀じゃないですか。ね、頑張ることはかっこいいでも昭和の熱血教師かって話で。今はそんな時代じゃねえよ。自分を見るべきだよ、もっと。自分だったら何ができるっていう。俺は俺のできることは配信なんですよ。俺は天職だと思ってる。俺はここがいいんだよ。だから政治家なんか目指さないし、どんなに喋れたって口先が上手くたって出ようとは一切思わない。そんなもん。あと、自分で自分のことを汚いやつは汚いって分かってるはずなのに、綺麗ぶるのも嫌だ。ネット配信で綺麗ぶるのはいいけど、リアルに出て老人とか騙すの嫌だもん。俺だって汚えもん。俺自分のことしか考えてないもん。私利私欲にまみれて生きてるもん。そんな俺が駅の前でマイク握って、ね、何にも知らないおじいさんおばあさんに、口先だけでいいこと言って、ティッシュ配って、一票くださいっていうの嫌やもん、俺。そんな生き方したくねえもん。いや、本当に心が綺麗だったら政治家目指せよ。嫌だ、俺は。できない、そんなことは。無理。だって、おじいさんおばあさんとかじじいババアだもん、あいつらは。ね。俺はおじいさんおばあさんと思ってないぞ。自分のおじいさんおばあさんじゃなかったら、世の中のおじいさんおばあさんはじじいババアだ、あれは。俺らより金を貯め込んでんのに全然使ってくれない。あいつらがいるせいで金すらなきゃいけねえんだよ。な、いつまでも物価も高いんだよ。物も高いんだよ。あいつらがいっぱい貯め込んでるお金を使ってくれて、国をお金で回してくれれば、もっと俺たちだって明るくなるんだよ。だけど、ね、じじばばで来年死ぬかもしれないのに、妖怪みたいにあと何百年生きるのか知らんけど、めっちゃ金貯め込んでんだよ。なんだ老後のためって、もう老後なのに。ねえ、お前何歳まで生きるつもりだ？なあ、お前は。妖怪か？なあ。言わないにしてくれよ。せめてお前の孫や子供には金使えよ。なあ、どんだけ心配してんねん、お前。だって、お前が貯め込まなくたって、じじばばが貯め込まなくたって、お前らがお金を使ってくれれば、お前らの子供や孫が、あなたの老後の面倒見てくれるんだよ。なんで子供や孫があなたの面倒見れないか知ってる？あんたらが金を貯め込んでるからだよ。だから金が回らなくて面倒見れないんだよ。貯め込んでるお金を放出してくれれば、お金はさらに若いところに生まれてあんたらの面倒見ますよ。介護士とかが安月給でやらなくて済むんだよ、仕事を。なんでわからないの？貯め込んじゃってるから悪循環なんですよ。ねえ。心筋梗塞と一緒だよ。血管詰まってんだ、金ね。金で血管詰まってて流れ悪くなってんだよ。意味がわからないよ。金は使ってなんぼだろうが。使えばまた入ってくるんだよ。それを恐れて使わないから、ずっとせき止められてんのよ。いや、個人の自由じゃねえよ、お前。なあ、海賊みたいなこと言うなよ。自由、自由、自由、自由。ソマリア行け。そんなに自由が好きだったら、お前、ルフィみたいに。言っとくけどね、これを5000人の前じゃなくてリアルで言えって言うけど、リアルで言ったらね、生卵投げられるんだよ。そんなの、リアルな中ではジジババしかいねえじゃん。日当たりのいいところにさ、つくしみたいにジジババがさ、日向ぼっこしてるだろ。そんなジジイの前でマイク握って、お前ら金使えって言ってみろ、お前。生卵投げられるぞ、お前。そんなの、今すぐに。ボーンっつって。
で、お前、あの、田舎とかでそんなの演説してみろ、お前。田舎でじいさんばあさんに嫌われたら、お前、住むとこなくなるぞ、お前。なあ。ああいうじじばばってやること嫌がらせ多いからな、お前。家の玄関の前に犬や猫の草されるぜ。本人たちはやらねえよ、動物にさせるんだよ。犬の散歩のついて、全部お前、あの、塀にしょんべんうんこかけられるぞ、お前。そういうことするぞ、お前。なあ、嫌がらせのじじばばは。なあ、直接手を下さねえんだよ。うん。なあ、公園うるさい問題とか。ねえ。気をつけろ。ねえ、防犯カメラ増やそうっていう。ダメだよ、防犯カメラ増やしちゃって。あいつら、ひぎ、ごにょごにょって言って、何喋ってるか分かんないから。急にボケるから、あいつらは。うん。老人どもって卑怯なんだよ。まあ、ああいうなんか、難しい話になったりとか追い込まれたら急にごにょごにょし始めてボケ始めるからね。ん？何のことだか分かんないねって言って。ひぎごにょごにょがあるから。うん。演技派だから。大変だよ。本当に。あの、こじれた老害は。なあ。で、まあちょっと、話それるけど、まあそういったなんか、あの、年いった人たちがお金や権力を持つことに反対だって言って、部費って干されかけてるのが成田雄介って人ね。うん。まあ、あの人の場合はメディアのところでちょっとね、集団自決だろうなんだろうってね、言葉にちょっとエッジが効きすぎて、やり玉に上がってますけれどもね。うん。EL 大学っていうところで働いてんだっけか。うん。俺は別にその、成田雄介って人あんま詳しくないし、俺頭が良くないから、なんかちょっと話を理解するのは難しいんだけど、でも、ひろゆきにしても、成田雄介にしても、ホリエモンとかもそうだけど、話が面白いからいいと思う。そう。内容に賛同するか同意するか置いておいて、なんかあの人だってみんなトークが上手いじゃない。そう。だから、なんか動画とか見ちゃうんだよな。テレ東大学の中学生が質問、見た。どう思いますかってやつでしょ？その老人問題の。知ってるよ。死んだ方がいいんですかみたいな質問やろ？それに答えたやつやろ？成田さんが。見たよ。うん、切り抜きだけどね。まあ、かといって、でも、その、ご老人に対するリスペクトも忘れちゃいけないけどね。やっぱりその人たちが日本を作ってくれて、今の俺たちがあるからさ、悪いことばかりじゃなくて、いいこともあったと思うし、だからやっぱり言葉遣いっていうのはある程度気をつけなきゃいけないかなと思いますけど、死んでもいいとかまではさすがにさ、メディアで言うのは、ねえ、ちょっと言葉選ばないとねって話で。老害は確かにいるから、そういう人たちのことを言ってるんだったら、やっぱ一部のとか、そういう老害じみた人たちのとかいう言い方をしないと、まあ、全部ひっくるめて死ねようは、もうそれただの暴言になっちゃうからね。あとね、自分たちも老人になるからね。これが一番大事で、若いうちは老人の悪口言うし、なんなら今俺より若いやつは俺のことをおっさんだって言ってディスるけど、でもみんな年取るからね。生きてたら。そう。生きてたらね。必ずね。まあ、すっごい性格の悪いおじいさんになるんだろうなっていうのは、今から未来を読めますよね。間違いなくうるさいおじいさんになるだろうなって。ガタイもでかいしね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。